様、いらっしゃいませ。ようこそ SL 晩月物語号へ。本日は森と水とロマンの鉄道 SL 晩月物語号新津行きにご乗車くださいましてありがとうございます。 SLC57-180 号がご案内する晩月再生の旅をごゆっくりとお楽しみください。ただいま SL を運転しております機関士・機関助士は高橋と中村です。 SL の整備・点検を行う社員は金子です。ご案内いたします車掌は阿部と私ひろいです。どうぞよろしくお願いいたします。次に車内のご案内をいたします。先頭が7号車一番後ろが1号車です。先頭の7号車はグリーン車です。グリーン車はグリーン券をお持ちのお客様専用です。あらかじめご了承ください。5号車には売店がございます。4号車は展望車です。展望車は混雑を避けるため長時間のご利用はお控えいただき譲り合ってご利用ください。一番後ろの1号車は5個所展望室車両です。展望室と5個所ルームがあり開放感あふれる展望室からは四季折々に変化する晩月時の風景をご覧いただけます。なお1号車おこじょ展望室車両のご利用につきましては新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用時間を区切り整理券をお持ちの方のみのご利用とさせていただきます。ただいま4号車展望車にて整理券の配布を開始いたします。なお第1回目は大和駅までのお客様を優先とさせていただいております。ご自身の指定席券をお持ちの上4号車展望車までお越しください。また整理券は1名様につき1枚までとさせていただきなくなり次第配布を終了とさせていただきます。1号車おこじょ展望室車両のご利用につきましては急遽変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳細な情報につきましては車内のご案内にでもご確認いただけます。第1回の整理券をお持ちのお客様は15時30分から15時50分までご利用いただけます。車内のお手洗い洗面台は6号車、5号車、3号車、2号車にございます。なお、3号車は女性専用のトイレです。携帯電話のご使用はデッキでお願いいたします。また、この列車は全車禁煙です。途中の停車駅におきましても喫煙所はございません。ご不便おかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。この列車の停車駅は喜多方、大和、野沢、秀谷、津川、三河、咲花、五泉と終点新津です。終点の新津には18時40分に到着いたします。この列車は全車指定席のためご乗車には乗車券のほかにお一人様530円の指定席券が必要です。指定席券をお持ちでないお客様には車掌が車内で発売いたします。車掌がお近くを通りましたらお声掛けください。ご乗車いただいております SL 晩月物語号ではお客様に安心してご旅行を楽しんでいただけるよう窓開けによる換気や車内消毒を適宜実施しております。また消毒液の設置やスタッフのマスク着用など感染防止対策を行っています。お客様におかれましては車内やホームでのマスク着用にご協力をお願いいたします。 Good afternoon everyone. Welcome aboardThis is a steam train, 晩月物語, bound for Nitz. We hope you enjoy the trip by this steam train. Thank you. それでは皆様、ごゆっくりと SL の旅をお楽しみください。次は、色とりどりの花が咲き誇る花の町、喜多方に停まります。
皆様、改めまして本日は SL 万月物語号にご乗車いただきましてありがとうございます。私は車掌の広井と申します。主に後ろ寄りの3号車、2号車にて皆様の旅のお手伝いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本来ですと皆様のところへ直接お伺いし、大きな声でご挨拶をさせていただきたいところですが、昨年から続く新型コロナウイルス対策の一環として放送にてご挨拶をさせていただきます。長引くコロナ禍とマスク生活にお疲れのお客様もいらっしゃるかと思われます。コロナ禍でも変わらない SL の力強く走る姿と万月再生の旅の思い出を皆様の新しい元気の源としていただけましたら幸いでございます。本日は会津若松地方並びに新潟方面ともに曇り時々雨の予報となっております。途中野沢駅と津川駅では少々長めの停車時間がございますが、突然の雨には十分ご注意ください。どうぞ心ゆくまで SL 万月物語号の旅をお楽しみください。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
車くださいましてありがとうございました。まもなく色とりどりの花が咲き誇る花の町喜多方に到着いたします。お出口は右側です。喜多方は多くの花が咲き誇る花の名所です。5月の中旬からは三の倉高原の菜の花畑、6月には薄紅色でうつむき加減に花を開く姫さゆりや、初夏の到来を告げる朱色の蓮月ツツジ、6月下旬から7月初旬にかけては山吹色に輝く日光キツゲが見頃を迎えます。中でも姫さゆりは喜多方市の花として親しまれており、6月には姫さゆり祭りが開催されています。なお停車時間が短くなっております。お降りのお客様以外はご乗車のままでお待ちください。まもなく喜多方に到着いたします。お出口は右側です。
本日は森と水とロマンの鉄道 SL 満月物語号新津行きにご乗車くださいましてありがとうございます。 SL 満月物語号は会津盆地を抜け、これから美しい緑と雄大な阿賀野川が流れる満月寺を駆け抜けます。ごゆっくりとお楽しみください。列車はこの先トンネル区間に入ります。窓を開けていると煙が車内に入ります。お手数ですが窓閉めにご協力をお願いいたします。なおトンネル内を走る際窓を閉めていても車内に煙が入り込むことがございます。あらかじめご了承ください。次は大自然が育んだ観光名所大和に停まります。C57-185 とともに終点の新津までご一緒いたします。新津行くの阿部と申します。主に今より7号車、6号車、5号車を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。皆様の本日の旅の思い出がより良いものとなりますよう精一杯お手伝いをさせていただきます。どうぞごゆっくりと SL の旅をお楽しみください。
車くださいましてありがとうございました。まもなく大自然が育んだ観光名所大和に到着いたします。お出口は左側です。大和といえば大和そばが有名です。麺が細くコシが強い大和そばは本来の香り味わいを楽しむために天然の湧き水にそばを入れて食べる水そばというメニューがあります。全国のそば通が通うそばどころ大和を皆様もぜひお楽しみください。なお停車時間が短くなっております。多いのお客様以外はご乗車のままでお待ちください。まもなく大和に到着いたします。お出口は左側です。